はい、今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日はですね、いつもよりお外が暖かくて、元気タイムなどもいつも園庭が凍っててできなかったのですが、今日久しぶりにお外で元気タイムを行うことができました。子どもたちも朝からお外に出れることが嬉しかったようで、すごく喜んでいる姿が見られました。それを見て私もすごく嬉しくなりました。そしてですね、午後から松組さんでは、お外でも遊んだんですね。午後から何するって聞いたら、みんなお外で遊びたいって言ったので、天気も良かったのでお外に出て楽しく遊んでいきました。年長さんでは縄跳び大会やドッジボール大会も近いということで、子どもたちもドッジボールやりたいとか、あとは縄跳びやりたいって言って楽しく遊んでいる姿が見られました。たくさん体を動かすことができて、楽しい一日を過ごせました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。